本日紹介するカレーはこちら、タイチャイチキンレッドカレー。今まで RRCK でタイカレー紹介したやつは山盛りとキッチンジョイ、この2種類なんだけど、まあ、キッチンジョイは完全に輸入物、山盛りも日本に会社はあるけどタイで作ってますみたいな本格的なタイカレーだったんだよね。これもそう、輸入物なんだ、だから本格的なカレーに違いはないんだけど、なんと輸入してる会社が株式会社港商会、覚えてる？一人で食べても美味しいカレーの港商会。港商会のカレーって結構ベーシックなカレーがあって、とっても食べやすいカレーばっかりだったんだよね。本格的なタイカレーに違いはないと思うんだけど、日本人の僕らでもとっても食べやすいカレーが出てくるんじゃないかなと思っています。それでは行ってみましょう。プリーズディッシュは、具がどっさり、ほぼグールーじゃなくてグーね、たっぷり入ってます。ベビーコーン、タケノコ、昆布みかんの葉入ってんじゃないの、これが結構強いからね、刺激がね。うん、それではいただきます。俺は今日タイに帰ってきたぞ。久しぶりにタイカレー食べたんですが、やっぱりいいですね。今まで食べてきたタイカレーは、もうタイカレー独特の風味と辛み、あれがすごい強いなと思ったんですが、このカレー、その風味はすごくあるんだけど、辛み、これが結構ないんですね。マイルド、とってもマイルドなんです。辛くない分その風味を味わえて、かつ食べやすいと言えると思います。まあ、今までのタイカレーに入ってたものばっかりなんだけど、その中でもこれ、ナス、これはね、初登場じゃないかなと。いただきます。ナスです。ナスはナスでも、こんなにしっかり中の方まで味が浸透してるナスは初めて食べた。こうやってザーっていろんな具をブワーってすくってガブって食べるのがやっぱね、美味しい。タイカレーはやっぱこのタケノコのシャキシャキ、これがいいよね。タイチャイチキンレッドカレー、こちらのバンディポイントは20バンディポイント。タイカレーっていうのは必然的にこのバンディポイントが高くなってしまうんですね。この具と構成、これが高いから味もね悪くないからね。まあバンディ的には辛い方が好き。今日のカレーもとってもベビカリー、僕の心はレトルトパウチ。